位置するショッピングセンターである。映画館を併設する大規模 SC である。名称のサンモールとは、所在地の地名、朝日から朝日を想起することから、太陽を意味する英語のサンを冠にし、SC を意味するモールを合わせた造語である。コンセプトは、太陽か雑明るいモール。また、 SC のキャラクターとして明るい太陽をモチーフにした人形が設定されている。運営管理会社はパシフィカモールズである。かつて朝日市内に大木やジャスコ極南店が存在しており、同店舗は朝日サンモール店と呼称していた。サンモールシネマ開業時、キャンペーンサイトでは20年間お待たせしましたの文が表示されていた。なお、かつて 朝日市内には、広志学館という映画館があったが、同館が閉館した後は、サンモールシネマが開業するまでの20年間、市内に映画館が存在しなかった。詳細は、公式サイトを参照。基本的には、年中無休だが、営業時間が異なっている。詳細は、公式サイトを参照。公共交通自家用車車車椅子席が、 各スクリーンに席ずつある。千葉県の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。